はい、こんにちは、バスマンです。今日も黒子のバスケ SR やっていきたいと思います。そして、本日から、クリスマス特別スキン、緑間、伊月、キセ、黒子のねスキンが出ました。素晴らしいですね。やっぱこのゲームのやっぱりそのいいとこですね。このキャラの新しいスキンがね次々と出ていくということで、で結構クオリティも高いですよね。なんかプレイにも結構エフェクトとか出て結構作り込んでるなっていうのを感じられます。そしてね、今日やっぱりそう、今言った通りキャラによってスキン変えるごとにエフェクト出るんで、それちょっと皆さんと一緒に見ていきたいなと思いますんで、よろしくお願いいたします。じゃまずちょっとキセから見ていきましょうか。キセ、お待たせお待たせお待たせ、これですね。でキセのこんな感じですね。マフラーって角があってですね、まあザ・クリスマスみたいな感じですね。でちょっと技を見ていきましょうか。ちょっと最初からいこうか。お待たせ。でまず、うわ、やっぱ規制エフェクトかっこいいな。特にバーストにつくんや。あ、ブロックにも効果ついて、ダンクめちゃくちゃいいやんやっぱこの氷というか雪エフェクトが出ますね、やっぱりクリスマス仕様の。いや、いいね、いいね、素晴らしい。おお、シュート入った時にも、ダンクの時にも、シュート入った時にも、バーストの時にもつくと、めっちゃかっこいいわ。次行きましょうか。次が、次、黒子か。この試合、絶対、勝ちたいです。いや、黒子半ズボンやん。大丈夫か？あ、でも黒子のやつも結構いいね。あ、黒子のこのフォーム結構好きやな。しかも かわいいな、普通に。いいね、黒子のいいね。結構センスあるわ。でも俺、服のセンスないから、俺がセンスあるって言っても説得力ないかもしれんけど。あ、黒子のプレイではあんまりエフェクトとか、やっぱなんかその最初に出たエフェクトもそうやったけど、キセが一番エフェクトに影響出るよね。うん、黒子はあんまり出なさそうですね、影響は。うん、でんね、多分でんね。でもカットの時とか出るんかな。うん、これ見た感じあんまり出んな。次行こう。いやでも普通にこれだけでも可愛いね。伊月か。はい、ナイスじゃナイスか。ナイスでナイスかいただきました。ナイスじゃナイスか。ああ、これザ伊月。ああ、伊月これなんか似合っとるね。いや、センスあるな、すごいわ。伊月は確かパスだけかな、バーストのパスにエフェクトつくんじゃなかったかな。だからパスがちょっと湯気つくぐらい。やっぱキセが一番やっぱりかっこいいね、やっぱりバーストよく使うしね。バーストよく使うし、ダンクの時にも、シュート入った時にも出るからね。キセがめっちゃ優遇されてるな、スキンいつも。なんか知らんけど。すごいね。で、これ取り方がどうなんや。確か取り方が、伊月とかは何？試合参加で報酬の、待て、普通にどう取るんやろ。ちょっと待てよ、これここやな、多分ここやな。ここのクリスマスガチャで、キセと緑間はここで取るみたいね、このガチャで。うん、いや、キセ欲しいな、普通に。俺もキセ使ってことないけど、キセがやってるとこは見たいね。うん、あ、これ見れるんけ。ああ、ここね、ここね、はいはい。で、あと2人の取り方わからんな。報酬交換、あ、報酬交換か。伊月と黒子はどうなんやろ。黒子は、あれ？黒子は取れんのかな。伊月はここで取れるみたいね。1日目。あった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 、ここや、黒子ここ。チャレンジミッション。これが80枚か。うん、ここですね。このクリスマスツリーを押してチャレンジミッションを押すと、ここでゲットできると。うん。ですね。はい。まあちょっと私は多分、
いやもうチェンス持ってたら多分取ってたかもしれないですけど、いやちょっと取りたいね。ちょっとまだノラとかいろいろあった時にちょっとクリアのスキンゲットしてる人いたらちょっと見たいな、楽しみよ。はい、そしたらこれで終わりたいと思います。はい、またチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。ほなバイバーイ。